コングール山は中華人民共和国新疆ウイグル自治区アクト県にある山で標高は7649メートル。コンロン山脈の最高峰である。コンロン山脈の生誕をなすコングール山脈と呼ばれる小山脈を形成している。ムスタグ、アタ山の北にあり、カラクリコとパミール高原に近い。他の山に隠れた山となっているため、1900年頃までは、 外国人がよく知られていなかった。しかし、中国とパキスタンの間を結び、タシュクルガンとカラクル湖の近傍を通るカラコルムハイウェイが建設され、現在では近づくことが容易になった。また、この山から少し離れたところにプロミネンス840メートルのコングールチュベサンと呼ばれる標高7530メートルのピークがある。なお、 コングユル山の標高を7719メートルとする説もある。最初にコングユル山の登頂が試みられたのは1956年であるが登頂することはできなかった。初登頂は1981年にイギリス隊により成し遂げられた。この時イギリスのボニントン隊は南面より日本の京都カラコルムクラブ隊は北面より頂上に迫った。 日本隊は3名のアタック隊が帰還せず失敗に終わった。コングールチュベさん、ありがとうございます。